え26歳大卒女です。現在経理事務で正社員。英語が得意のため、英語を使用していきたいと考えています。高校のキャリアで経理の道を極める方は、特許事務にキャリアチェンジし、便利士を目指す。1を選択した場合、簿記2級 USGPA 得を目指す。えー、2を選択した場合、便利士資格取得を目指す。勉強は好きなので、専門知識を深めていきたいと思っています。ちなみに、文系で便利士がどうなのか含めて、今後の業種の需要を考えると、医力機になるどちらを選択するか教えてほしいです。えっと、英語がすあの使いたいっていうのは、多分好きなんだと思うんですよね。 であの特許は多分好きなんじゃなくてそっちの方が儲かるだろうなっていうだけだと思うんですけど最終的にあの,人って好きなものやってる方がスストレスたまんないんですよね USCPA 取って英語を喋れますっていうのであればあの割とアメリカじゃなくても他の英語圏の会社であれば全然働けるのでなので長期的にその自分の好きなことをやって自分の好きな国で暮らすっていう風になった方がストレスは少ないと思うので素直にあの英語を使うっていうので USCPA に行っちゃった方がいいんじゃないかなと思いますけども。